まあ、国会はもう終わりましたけども、なんかいろんなことが、いろんなことが起こっています。まあいろんな問題について、えー、まあ、十分検討してないよね、っていうこともたくさんありますし、えー、まあなんかやられちゃったんだね、っていうこともたくさんありますし、まあ今は、えー、まあこれねいつ、増税のタイミングはどうやら、 2025年っていうことのようですけれども、この辺もだから選挙のことを睨んで、まあ与党関係者は増税のタイミングをできるだけ遅らそうということなんでしょうけど、えげつない話ですね。大軍拡をやろうとしている。軍拡の目的はどこにあるんでしょうね。まあ、一つ一つなんか必要な。 装備を加えていけばこういう値段になるんだというふうな話になっちゃってますけれど、まあ、そもそもやっぱりトランプ大統領の時代に安倍さんがもう本当に、なんていうか卑屈なまでにというか、えー、向こうの要求を飲んで、えー、とんでもない買い物をしたというのが、まあほっこまあ、一番直近の発端ではないかと思いますが大軍拡にまあ道を開いておりますね。 えー、いずれ、そのことを直接突きつけられる、増税という問題が生じてくるだろうと思いますが。えー、まあ、そんな、えー、これはまあ、税金の話かどうかわかんないですけど、あのー、今日のね、えー、大体ニュースのトップ項目は、えー、例の、JAXA。弱さ 宇宙関係のとこですけど、まあ日本のなさですけどね。<laughs> ちょっとそういっちゃうとなんか苦笑いしたくなるところがあるんだけど、大変申し訳ないことに、また失敗しちゃいましたね。えー、エンジンのなんか燃焼試験を秋田でしたか。で、やったところが、点火から57秒で爆発してしまったということのようです。 イプシロンっていうロケットについては、えー、去年でしたっけやっぱり一回,回失敗してますし、まあ、去年の失敗の最大の失敗は、まあ、H3 というね、えー、まあ新しい型のロケットまあそういうものはねチャレンジっていう性格もあるからもう失敗したからどうこうってこう言えるもんじゃないのかもしれないですが。 しかし、ロケットといえば失敗というような形にね、ここのところなってるんで、これはやっぱりどういうことなんでしょうねっていう気がちょっとしてきますね。まあ、開発に携わっている人たちは、それこそまあ、寝食を忘れて、えー、必死に取り組まれてるんでしょうけれども、そういう人たちを支える体制が十分だったのかとか、あるいは何かやり方の中に問題がなかったのか、 つまり、偶然の失敗ではなくて、必然の失敗ではないのかっていう角度から、どうも見直されることがあるんじゃないかなという気がしております。<laughs> まあね、あの、口の悪い人は多分、いや、ロケットだったら、あの、北朝鮮に優秀な技術者がいるから、呼んできたらどうだなんていう話をね、あの、言う人も、 今頃そんなメールを書いてあのこちらに <laughs> 投稿なさろうとしている方もいらっしゃるかもしれませんが、えーまあ、そんなことでさえありますね。いろいろとねまだこれあの冒頭お話しする話に入ってないんですけどね。 今日車のエンジンジをかけました最近の車あのおせっかいで、えー、急アクセルアクセルをその強く踏むと燃料を 15cc なくしますよとかねなんかそういうねあのとても細かい指摘をしてくるんですよ車が最近の車しゃべりますからねでまあそういう直接 ドライバーに対する忠告のようなものの他に、その日、いわゆる今日は何の日みたいなやつあるじゃないですか。あれがたいあの、トヨタ系の車にみんなついてると思うんですけど、他もあるかもしれません。で、今日はね、7月14日でしょなんて言ったと思います <laughs> 求人広告の日だって言うんですよ。 いやそれは大事ですよ、求人広告はね、うん、あの特にこんなあの人手不足で倒産が相次いだり、えー、なんていう話が出てくる時期に求人広告というのはそれは、まあ、特別に重要なものになってくるかもしれません、えー、一目で仕事しようとしている人の注意を引きつけて、ねえー、見事、労働契約に至れば。 お互いいいにとってそれないでいいわけですから大事なことなんですが、7月14日って言ったらパリサイでしょ。<laughs> それは日本に関係ないっていう人もいるかもしれないけれど、パリサイって何かって言ったら、それはあの、フランス革命の時に、えー、バスチュー監獄を襲撃した日ですよ、最初に。うん、その日がパリサイなんでね。 まあ今パリサイ的な状況になってるけど <laughs> フランスは全然違う理由でねあのえー、あれはマグレブ系の方でしたかね、えー、アフリカ系のフランス人の少年を警官があ、まあ、車を発進させようとしたっていう止めてる時に、うん、まあなんていうんですか、えー、です それつまり銃を構えていたんだろうね、うん、その場で射殺してしまったという、まあ、これを発端にして、えー、まあ人種問題が絡んでくるとなるとさらにそうでなくたって大変な問題ですけれど、えー、まあそんなことが起こっておりますが。 うん、まあそういうことを勘案するような能力はないんだね。今の車の。<laughs> あの、そこでそ、それが言えたらすごいけどね。ああ、れじゃないのそれこそ生成 AI でそういうこともできるよね、きっと。うん。うん。まあそれは、マスター、会社一つ起こす <laughs> 何ていうか現在流れてる情報と合わせて考えるととても面白いことは分かるかもしれない,いニュースみたいな <laughs>、えー、なんか面白いかもしれないですけどね <laughs> ちょっとマスターもまだ会社を起こす元気はないみたいなんでしょうがないですね。はい、えー 今日、まあ、お話申し上げようと思って、まあ、若干勉強を含めて用意してきたことは、えー、実は発端がテレビドラマです。あの、テレビドラマって皆さん結構ご覧になるでしょあの、地上波の、まあ、各局大変なお金を投じて、えー、まあ、有名なあ俳優さんなり、タレントさんを使って、 あるいは、まあ大きな仕掛けを使って、ええー、まあ物語を作って、まあテレ朝はどうしても刑事者は多いんだけど、刑事者っていうか警察者ですね、えー。ほとんど司法関係だよね、うん。で、今回テレ朝の火曜日夜9時の,あの枠だと思いますけど、<laughs> えー、執行という、 カタカナで執行っていうドラマが始まってるんですね。でこれあの、裁判所の名あの、判決、まあ、民事のね、判決に、が降りて、で、それに従って、まあ、誰かから誰かに、ま、支払いが生じたり、まあ、生じなかったりするわけですけれど、誰それにいくら払いなさい、ということを、え、まあ、ま、 判決に従った行動を起こ,起こさないケースで、えー、申し立てを受けて、えー、裁判所の執行官という人があ直接執行する。まあ、えー、まあ、お上の取り立て屋さんみたいなところがあるわけですけれど、まあ、重要な仕事ですね。で、その、 仮にその、まあ、例えばお金を払うという、うん、まあん、債務を、あの、まあ、弁債というかお金払えっていうね、えー、ことでお金がないっていうことになると、お動産を差し押さえて競売にかけるというコースもあるわけですね。で、まあ、そういう役回り、これはあの、なかなか目の付けどころか。 あの、いいよねっていう感じがするんですけど、大森美香さんっていう有名な脚本家が本を書いて、で、ドラマが始まりました。始まったばかりです。で、これね、見たんですけどね、ちょっとなかなか面白いんですよ。あの、例えば第1話は、えー、あその主人公は伊藤沙莉さんっていう、 えー、まだ30前の若い女優さんですけれどもあのお笑い芸人のオズワルドのオズワルドでしたっけの,あの伊藤さんっていう人の妹さんなんですけどこれなかなかあの優秀な女優さんで,で彼女は犬好きなんですが織田裕一さんが演ずるそのベテランの 執行官は実は犬が大嫌いで執行にあたって相手,相手側に犬がいると非常に困るということがあってで彼女をその執行補助者に任命して、まあ、仕事をしてもらうとそういう話ですねその中でいろんなケースが出てきてそのつど考えさせられるっていうドラマになってます。<laughs> これね、面白くて。で、まあ、その、筋立ての重要性っていうのはちょっと今置いといて、別の話から入っていきますけど、そういう物語だっていうことをね、ちょっと、押さえておいてください。で、実は注目見ててびっくりしたのはですね、これは第2話の方だったけれど、あの、 彼女、その伊藤沙莉さん、主人公の女性が勤めているサロンで、えー、犬の、まあ、トリマーみたいなことをやっている女性と会話をするシーンがあるんだけど、その時に、その、ちょっと元気のいいトリマーさんがですね、あの、ちょっと、まあ、単価を切るっていうか、ちょっとかっこいいセリフを吐くんですよ。 あ、これは大森さんが書いたセリフだよなって思うんだけど、私は資本主義以外に信用していないものが二つあるっていうふうに言うんですよ。<laughs> 面白いでしょ、このセリフ。うんそれは一つ、一つは何とかで、もう一つは何とかだって。で、こっちの、その二つは実はあのどうでもよくてですね。<laughs> そのことを、つまりさかに合わないなとか信用できねえな、 っていうふうに思っていることの、第一番目として、え、資本主義って言ってるわけ。これちょっと唐突なセリフだったんだけど、一瞬、ああ、と思いましたね。あの、これ、今若い方は特に、その、資本主義のシステム、あの、 例えば執行官のシステムがそうであるように、あるいは裁判のシステムがそうであるように、我々自分で決めた覚えはないんだけれど、でもそれに従わなきゃいけないじゃないですか。えー、権力を持ってるっていうのはそういうことで、えー、権力を持った人が、あらかじめ、まあ日本の場合は、議会制の民主主義を通して、えー、細かく、 非常に細かく細かく規定されたシステムっていうか、そういうルールがありますよね。で裁判でこうなったらこうなるんだっていうことを含めてですけれど。で、それ全体を、まあ、なんていうか、一番大きく特徴づけているのが、まあ、資本主義のシステムだと思うんですけどね、経済のね。で、そういうものについて、今の若い人たちは、おしなべて、えー なんていうか、否定的な感情って言うと、ちょっと簡単すぎるんですけど、自分たちの幸せにつながるものじゃないっていう感覚をも持ち始めていて、その感覚を捉えるために、えー、脚本家はあ、若い人にそういう台詞を言わせた、じゃないかなと。これなかなかキレが良くて、ね、<laughs> えー、驚きました。 うん。あの、まあ、例えばね、たまたま今日は求人広告の日だそうですから、求人広告に従って、あの、私、仕事したいですって言って、えーまあ、申し込みに行く、うん、書類を出させる、あ、書類を出す。その中にはね、あの、まあ、学歴でなんだ、そういうことがあるのかどうか知りませんけど、<laughs> 最低限のその人に、その人であることを証明できる何らかのものを示しつつ、で、面接を受けて採用されたり採用されなかったりする。でこういうのって、そういうふうにやるんだっていうことを別に、あの、自分たちで決めた覚えはないけれども、そういうことになってるじゃないですか。うん。でもうそうやって、じゃああんたの給料はこれだけねっていうふうに、 決められたものについて、えー、それが自分を幸せにするのものじゃないっていう感覚を持ったらね、うん、抵抗できないものに自分は押さえつけられているっていう、まあそういう感覚をもう持ち始めてるんじゃないかなと。というのはやっぱり就職して、あの、その先にまあ夢を抱くっていうか、<laughs> まあこういう仕事をし、 例えばしたいなとかね。あるいはこの仕事を通じてこういうふうに成長していきたいなとか、いうふうな、その、夢につながるんじゃなくて、まあ、それとも最低限、日々の生活につながっていくということも重要ではあるけれども、まあ、その場、その場っていうふうな感覚。で、自分の給料は多分、簡単には上がらないだろう。<laughs> 物価とか、特に家賃とか、そういうものは、あるいは税金などは上がっていくだろうという見込みが立って、見込みっていうべきかね、そういう暗い予想が立ってしまって、で、まあもちろん、いわゆる正規雇用ではなくて、非正規の雇用、いつまで続くかわからないっていう状態でいる人たちにとって、 やっぱこの世はなかなか残酷なものじゃないかなっていう。でもこういうシステムが組み上げられていることに関しては、その正しさを疑う人なんていないですよね。あんまり、まああんまりいないよね。<laughs> うん、あんまりいないし、えー、そのことに抗議の声を上げるというのも、えー、最近はあまりないようですんで。 そうなると、資本主義全体は我々のためにならないっていう結論になっていくのかな、という気がします。あの、資本主義をもっとまともなものにしていこうっていう発想とはちょっと違うと思うんですよね。うん、あの、資本主義、もうちょっとましな資本主義、まともな資本主義、 えー、例えば、うんまあ、社会保障の制度は、あの、なかなか十分確立できないけれども、でも国として、政府として、原発に関しては <laughs>、えー、やめるという判断をできたとかね。うん、その方がまだまともだ。いろいろ問題はあるけれども、問題はあるけれども、 LGBTQ の人たちに対しては、えー、その少数者の権利を守るように、えー、全社会的に、えー、取り組みが始まっているとかね。ああ、まともな方向へ動き出してるなっていうことが、まあ、あったりなかったり、だ,だいたいないじゃないですか。<laughs> ね。あの、難民も、難民の皆さんについてもそうですけれど。だからそういう、 <laughs> うんまあ資本主義をまあ改良していこうというふうなねえ感じでは残念ながら日本はつまりあれもこれもなんか気に入らないという感じにここのところまあなってきている。 まあ、資本主義は信用できないねというふうなものになっているんじゃないでしょうかねう <coughs> あのちょっと前になりますけれども <coughs>、えー、ウォール街の,あの選挙運動だとかその、まあ、いわゆる格差を是正しろという要求に基づく 集団的な運動であるとかあるいはアメリカの大統領選挙の民主党の候補に社会民主主義者を自称するサンダースさんが、まあ、ある時期まで検討するとかいうこともありましたけれどもうそういうその後その流れはちょっと一旦途切れてるところがあるような気がしますが。うん まあ大多数の若者にとって、まあ、労働の先になかなか希望がないと。うん。だからいろんな、そのシステムはもう何ていうか詳細に、もう抵抗できないように、えー、作り上げられているんだけれども、それぞれがいろんな種類の絶望につながってるっていうね。 これはちょっと深刻な問題でまあたった一言のセリフからあのどこまで言うべきかっていうのはちょっとあるんですけれどうんまあそんなふうな気がしておりますうんまあたまたまね求人広告の日っていうのはそういうんじゃ パリサイなんて書くよりも、あの、メッセージで言うよりも意味があったのかもしれないなと、逆に思いますけれども。それで、ちょっとだけ翻って、そのドラマですけど、執行官っていうのは、さっき言ったように、その、裁判所の判決に従わない人に対して、えー、まあ、債務を弁済しろということで、えー、直接、 まあ、お金を取り立てたりあるいはあ動産を差し押さえて、えー、競売にかけたりするとそういう仕事ですよね。<laughs> でそこには何ていうかな、えー、目こぼしだとか、えー、上場酌量とか、えー、あるいは気まぐれとかそういうものの入る余地っていうのは 全くないわけですよそ判決っていうのはもうはっきり一つ決まってるものですから <laughs> 判決に従って執行するだけなのね、うん、そうすると例えばあの第1話がそうだったんですけれどあの家賃が払えなくて、えー、追い立てを送っている夫婦と もも小さな子1人っていうそのえ家族を、うん、つまり1ヶ月以内に、えー、退去してくださいとまあ家賃が払えないんだからね、うん、でそんなこと言われてもできないんですってあの言ってなんとか勘弁してくださいっていうふうにお願いしても <laughs> それはあの ダメなわけですよ <laughs> まあそこにはほらあのね大家の都合っていうのもあるかもしれない大家さんは大家さんで、えー、苦労して、えー、非常に厳しい状態になっているのかもしれないんだけども、えー、まあそこをちょっと今見ないとあのことにしてあのー、まあそういうふうに見ても結局家賃を払えないんだったら出て行ってくださいで 嫌ですって言っても、チェーンを、その道具でバチンって切られて、ドアチェーンをね、中に執行官とその補助者が入ってきて、で、直ちに退去してくださいと。<laughs> で、もう荷物運び出しちゃったりするわけすね。で、そういうのを、執行にせよ、裁判にせよ、そういうことはあまり知らない若い,い,い主人公の、えー、女性が、 そこにこう非常に大きな問題を感じるっていうね。うん。そういう、なんていうか、立て付けになっているドラマなんです。<laughs> で、まあ、あの、他にも、第2話はまた別のケースだったですけど、まあ、法律が、法律に従った魔法や規則、 法令、そういうものに従って、世の中が細かく、えー、システム化されているところに、えー、その狭間で生きている人間というのは、えー、システムに抵抗できない、えー最。最終的には強制的な力を持って、えー、その力を排除されるということがありますね。うんで まあその、まあそういうまあ問題を、まあ提起するに当たる、値するなかなか優れたドラマだなと、ええー、思っております。ええー、多分火曜日かなうん。火曜日の9時だと思うんですけれど。別にあの私テレビ朝日にあの何のあ <laughs> 債務も追っておりませんけれど、えー、債権も持ってないですけれど、あの <laughs> ねあの相棒は終わっちゃいましたけど <laughs> それなりに面白いなというふうなドラマまあドラマの紹介を加熱って申し上げておきましたでこの時間帯にちょっとあそうか一曲聴いていただいてからにしましょうかねはいはい、曲聞いていただいたただ後実はあの お芝居の、えー、ちょっとご紹介がありますもう一つはいでは1曲目いきましょう「ジョーンズ・ブロダース It Had to Be You」<music>